元箱根港は神奈川県足柄下郡箱根町元箱根にある足の湖の港である。いずれも足の湖の遊覧船。それぞれの会社に桟橋があり、両社間は徒歩5分程度の距離がある。船の桟橋が2つあり、それぞれにバス停留所が設けられている。港に併設してバス乗り場がある。乗り場にはバス待合室があり、 コインロッカーが設置されている。また、箱根登山バスの元箱根案内所があり、バス乗車券や小田急電鉄が発売する、箱根フリーパスを販売している。臨時乗り場から、元箱根交差点を挟んだ反対側にバスロータリーがあり、伊豆箱根バスの路線バスが発着する。小田急グループのバス会社の路線は乗り入れない。また、道路の向かい側には、 伊豆箱根バスの箱根営業所と車庫がある。AB、足の湖エリア循環バス。プリンスホテル。2020年4月5日閲覧。路線図箱根登山バス。元箱根港。駅構内。案内図。小田急箱根ホールディングス。2020年4月5日閲覧。行き先ナビ。伊豆箱根バス。元箱根バス停留所。東立コーポレーション。 2020年4月5日閲覧。忍者バス、ウォータースパイダー箱根、足の湖エリアに、待望の新アトラクション誕生。伊豆箱根バス。2020年4月5日閲覧。ありがとうございます。